ここいい匂い。着席していいの？あ、どうぞ。おいくつですか？9歳。9歳。どうしたんですか？この携帯ショップですよ。携帯新しくした。今携帯持ってるんですか？持ってるよ。わあ、すごい最新のやつじゃない。これが何に変えたいんですか？新しいアプリ入れたい。あ、新しいアプリ。アプリはね、別にここじゃなくても入れれるんだ。ゲットチューリップス入れたい。ゲットチューリップス。ゲットチューリップス。あれ、英語でよくわかんない。ゲットチューリップス。ゲットチューリップス。動画見れるやつ。ゲットチューリップス。何て読むのあれ。じゃあ、痛い。YouTube、ネットフリックス。あ、そうやって読むの。ゲはどっから来た？ゲットチューリップス。ゲットチューリップス。あとあれも見たいの。カラコンスパイク。カラコンスパイク。何て読むのあれ。カラコンスパイク。動画見れるサイトは YouTube、Netflix、Hulu、Amazon プライム。Amazon プライム。Amazon プライム。ゲットチューリップスとカラコンスパイクを入れたい。お母さん。あ、家でできるな。お母さんにやってもらって。いや、冷たいとかじゃなくて。いや、子供に見えないからだって。ごめんね、こんなこと言うのも失礼だけど。入れたい。じゃあちょっと開いて。開けた。あら、ゲットチューリップス入ってるね、これ。あれ気持ち1ってなってる、これ。ゲット。何見てんの？ちょっと見ないで。テラスハウス。9歳で好きだった君へ PS まだ大好きです。9歳でウォーキングデッドシーズン9の7。9歳で見すぎないようにな、はい、9歳なんだから。年相応のものを見なさい。ありがとうございました。じゃあ頑張ったから。はい、じゃあ持ってきますか。目つぶったでしょ。いや、まあそうやな、目つぶったか。ブランドも知らないでしょ、だって。はい、マジでとっても分かんないです。来ました、来ました。やばい。うわ、やっぱすげーな。うえー、いやいや、セリーネ。マジか、ちょっと今のは待って。あやばい、また友達が行かれた映像が全国に。やばい、まずい。バックリっていう頭がピヨーンってしてる。やばい。全くよ、皆さん、焦りねじゃないですか。何や、その何回も言う感じ。自覚してないの、お前。ミスった部分。え、セリネ。うわー、え、何こいつ。まだ知らないって言ってんの。え、ちょっと、いや何も言わないで。あげて、喋ってもらおう。俺は、ね、そう、俺はセリーヌをセリネ。やわらかが知らないでしょって言ってんの。あ、目つぶってたの。じゃんけんぽいって出すのに、その与えられた条件の中でボケるから。じゃあ、もうできないよ。もう無理だよ。せーの、最初。じゃんけんぽい。ここを決めてないユータがあるよ。ここを決めてないユータが。いや、じゃあお前がじゃんけんぽいって出せてないよ。かゆいってヒューガが。最初はグー、じゃんけんぽい。この高さ、その高さ自分で置いとけよ、これ。ポイのタイミングでもうダッシュ状態で降りてこい。ルーラー禁止。もう行きたい。うん、行きましょう。もういいって。いいよいいよ、マジで来るの。ちょっと待って待って、さっきまでの俺の小好きがクソうざかったみたいな。もういいんだよ、なんだけど。どうしたらいい。もういいって。ルーラー禁止。これはね、ちょっと出づらくなっちゃったんだけど、僕は行きたくないです。なんでやねん。自由だろ、別に。自由よ、自由だろ、別に。行きたくねえの。行きたくねえの。いや、言い過ぎでしょ。そうそう、お前も理解しろ。
長い付き合いなんだからそろそろこれは理解した方がいいよ。宮本がよくあっちゃんに長い付き合いなんだから緊張すんなよそういうこと言うけど、お前が人の気持ちわかんねえクソワニだろっていう。はい、ということであっちゃんとティファニー行ってきましょう。あっちゃんがティファニーを買ってる間に僕も一応買ってきたものがあって、たこ焼き。また食べるんですか。え、ちょっと、熱いからゆっくりで。うんわ。なんでお前急にエースなの。うんわじゃねえよ。いただきます。どうですか、阿部さん。おいしい。もう一個。じゃあ、あっちゃんこっちも一緒に食べよう。やだ、食ってて食うのマジでやだわ。いただきます。はい。おっ、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 お値段22,000円です。おい、うまい棒が2200本買います。え、じゃあサワーペーパーは。サワーペーパー30円なんで。ケガくん、お茶か水今どっちのみたいですか。水が。はい、ありがとうございます。次いきます。ユーマくん、はい、ラーメン屋と焼肉屋、俺とどっち行きたい。一緒に肉。はい、わかりました、今度行こう。優しい先生みたいな。ユータくん、はい、以上で僕の将棋紹介終わります。聞きかねえな、皿用意してヒューが。いつも言われてんじゃん、お前。普通に裏で一番下っ端のくせにさ。あんま舐めんなよ、動画だから。まず、はい。だら持ったことないよ、お前。全部ついて。あ、フォーカスでごめんね。うん、どうだよ。あ、早くしなさい。あ、ごめんごめん。はしみ。ダメだ、だけはそんな。え、でもないんだよ、ちゃん、ごめんね。1000円なら買ってこいよ。買いなら撮影しちゃうよ。いや、言い過ぎじゃない。1000円なら買ってこいよ。言い過ぎ。いや、お前持ってた。忙しかったくせに行こうとしてたよな。行きたいなと思ったよ。で、めちゃめちゃ頑張って交渉して負けました。手物になることは悪いことじゃない。そうですよ。逆にそこまですがすがしくもうギバをむき出しにできるのかっこいいやん。でも俺もうすっぱるかなんてこう言ってるから。うん。それは嫌だな、あっちゃん。しかもあっちゃんそれブチ切れてたよ、お前。いや、ブチ切れてない。ブチ切れてたよ。後日談で、あっちゃんより先に誘われたやつがいたっていう話聞いて。誰だったの。キッチ。キッチで、俺の後釜がカズね。3連単だ。3連単。まあけどいいやん、俺それ聞いて羨ましいなと思って。なんかいつまでもさ、友達感覚で誘ってくれる感じ。気づかれるやん、大体。全然気づかれてん。嬉しいね、逆にそう思ってる。めちゃめちゃ多分誘ってくれる。嬉しいねじゃなくてさ、やりたいだけやん。いやいやいや、そんなことない。だってあの、その時は知らない友達だったから初めてながら怖いなっていう。お前倒すぞ、いて、お前。違う。お前さ、これは、まあ、半分はガチだ。もう半分は何。もう半分はだから2人の上だったら。なんで2人が上だったの。何、それ合体しなかった。シャキ。最悪ですよ。どう、ふんがふんが言ってたやつが合体っていうようになっちゃって、シェラの目見れんの。私が見えないわ。売れ切ったなー、ライフウィークで。おかっぱセクハラほんますまんって言ってて。おかっぱセクハラほんますまん。うざい。流れた。気持ち悪すぎるよ。生まれ変わったらどっちになりたい。ああ、ほんと。どっちに。こんな。あっちゃん楽しい今日。何したいの、その女性に生まれ変わって。あー、マジで温泉入りたいの。どこらへん。なんで温泉入りたいの。男の温泉とさ、女の温泉超違う。裸見たいんだろ。まあ、正直。そう。こいつ。基本的にさ、男が女性に生まれ変わりたいって言ったら理由それやん、大体。なんでなのって聞いた時にお風呂の構造の違いを知りたいみたいに言うのよ。はい。なんでね。
裸見たいだけやな。でもさ、生まれ変わったらそのマインドは持ってなくない？まあ確かにそうなんだよね。そうだからそれがね、ちょっとアムギリの心のまま生まれ変わりたいんでしょ。君のろ贅沢。制服着たいっていうのはキモかったけど。キモかった。いやいや、さりげなくね、さりげなくめっちゃキモかったけど、スカートを履いてみたいな。それはめっちゃ履けるやん。絶対にこれっていうさ、スカートやん。女性の着るは女性としてちゃんと制服として着て何してん。強い風とかに吹かれてみたい。下行きこの人止めとなくキモい。そのおかっぱっぽいのがよくない。どうするお前、東北大で下ネタ行っただけだよ。お前なんかそのかっこつけてさ、早く行こうぜじゃねえ。お前東北大だだけ。いや、食べよう。ちょっと待って。